キチャンネル第2回能力誰が見る目があるのかランキング勝負、はい、ね、はい、昨年から、はい、第2回目ですけども、うん、ね、バッターは打率打点ホームラン、はい、でピッチャーは、勝ち星防御率貯金奪三振というところでいろんな項目をつけて、はい、その中で12球団1チーム1人ずつ、はい、ドラフト形式で、うん、先生と赤松さんと佐々木で3人で取り合って、はい、誰が見る目があるのかっていうね、はい、昨年はもうギッテンスと、はい、アキーノに佐藤さんは苦しめられましたね。完璧に苦しめられて、はい、今年はね、はい、そんなことないように、はい、当たりを引いていきたいっていうね、まあ、ちょっとあの皆さん覚えてるか分かんないですけど総合優勝は私なんですよ、うん、4部門取りましたからそんな見る目ないと思うねんけど当てていくんだよね。なんかね、うん、私も自信ないんですよ、うん、選んだ時は、うん、なのに終わってみたらいい活躍してるんですよ。俺は去年2部門多分佐藤さん1部門こんなに試合見てんのに、はい、佐藤さん去年は、うん、この打率が、うん、あの1位だったんですよ。1位だったね、はい、うん、打率だけのディフェンディングチャンピオンの今日打率からです、はい、でちなみにですね、うん、打率のルールは、はい、打率がそのまま点数になりますと。おー、そうだ。だからもし打率が3割だと300点、うん、はい、2割5分8厘だと258点という、うん、打率が全てそれが得点になりますと、はい、で規定打席に到達した場合はマイナスがないんですけども、うん、443打席未満201打席以上だと規定打席到達しないけども201打席以上は経った場合マイナス100点、はい、で200打席以下の場合はマイナス200点になります、うん、だから、北打席到達しないで、もう3割打ちましたと、でも100打席しか立ってませんと、はい、なったら100点になっちゃいます、うん、ね、でこちら、首位打者になるとプラス100点、はい、で2位だと60点、うん、で3位だとプラス30点というボーナス加点がつきます、はい、ね、で去年も話題になったんですけど1打数1安打で今季絶望になった場合、はい、1000点じゃんね。そうですね、うん、で200打席未満だから、うん、マイナス200点じゃんね、はい、そしたら800点になるけど、はい、そういうのどうなんや説が出て、はい、だから打率が、うん、あ、ここプラスして打席数が100打席未満の場合、うん、今まで200打席未満がマイナス200点でしたけども、はい、100打席以下はマイナス300点、うん、はい、50打席以下は、うん、どんな打率残しても0点になります、はい、0点プラス、うん、マイナス400点です。マイナス400点、はい、50打席未満だとか、はい、そっか、なんか打率の加算がない、打率加算なくて、はい、マイナス400点、400、おー、50打席未満だから、はい、50打席未満は、50打席って何試合ぐらいですか。50打席だとスタメンで出て、まあ、10何試合か、まあ、15試合ぐらいだね、うん、そうですね、うん、40、うん、そうです、うん、そうです、うん、だから、マイナスは規定打席未満200打席以上だと100点、はい、200打席以下、100打席以上だとマイナス200点、うん、はい、で100打席以下だとマイナス300点、はい、で50打席以下だとマイナス400点、うん、50打席未満の場合は0からのマイナス400点になる、うん、50から100の間は打率引く300ですけど、はい、50打席以下はもう打率は0のものとしてマイナス400点になります。はい、わかりました、はい、これがね、はい、勝負だ。そうじゃないとそういうことありえるからね、はい、で1球団1人しか選べないから、ね、そうなんですよね。かぶった場合はもうその選手は一切取れません、はい、かぶった場合は。なるほど、うん、うわー、どこから行こうかなこれ大ドラフト1位ね。これはドラフト1位重要だからね、はい、誰から取るか。うわー、このチームこいつしかおらんやろが大事なんですよね。そうなんですよね。ちょっと待って、そうっすよね、うん、そこがね、何球団だけ、うん、すっごい迷うんだよね。他の選択肢が、ね、そう、他の選択肢あるところは、まあまあまあ他でもいけるかもあるからね。でも去年結構潰し合いもしてるんですよ。かなりしてる、かなりした。一番はね、ヤクルト、ヤクルトヤクルトのホームランだよね。俺マルちゃんになってたから。いや、私もどこかで先生と阪神で潰し合いしてる。そうなんだよ。よし、ドラフト1位、いい、いいですよ、いい、ちょっとだけだね。一つ一つだけ出てこない。誰か外す？早くやろうよ。ドラフト1から守ってたらこう1時間かかるよ。そうですね、うん、じゃあ行きましょうか。いいですか。じゃあ、うわ、行くよ。いいよ。あの球団が、ちなみにね、
多分今日はこの1本しか取れないけど、はい、今日は2月13日です、はい、2月13日現在で予想してます、はい、いくよ、いいよ、いいですか、はい、もう決めた、うん、決めました、決めました、うん、せーの、近藤、うわー、近藤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 、おい、何やってんだよ、誰先生、中村翔吾、あー、中村翔吾、危ないよ、いや、大丈夫です、出るか、いや、大丈夫、怪しいって言ってたよ、須藤さんが、崖っぷちって言われて、そこから頑張るって言ってたんで、うん、多分ね、そう、ちょロッテだけはすごい申し訳ないですけど、迷ったんですよ、うん、いなかった、近藤、近藤、おい、はい、ありがとうございます、近藤やろ、そう、潰すと思ったんで、いや、そうそう、やっぱここ、取られたくなかったらやっぱ言っとこうっていうのもあるんですよねじゃあ次行こう、そうそうね、2位、うん、うわどこ行こうかな1位から迷ってんの、先長いって、いいですか、はい、決めました、はい、せーの、柳田、私ヤクルトサンタナ行きました、俺ソフトバンクギータね、ヤクルトサンタナ、はい、ギータ、あ、ギータね、あ、ギータ2位、はい、いいですか、決めた決めた、決めた、はい、はい、大丈夫です、2位、はい、いいですか、せーの、坂倉、え、私マキ、あ、俺坂倉、あ、おー僕西川亮、広島、はい、坂倉、私マキ、マキいいところ取れたね、はい、もうここで行っとこうっていう、で、オリックス西川ね、うん、よし、そしたら、はい、決めた、いいですか、うん、3位ね、はい、いい、うん、せーの、宮崎、近本、え、近本、俺宮崎、おー、DNA、ちょっと牧、俺牧と宮崎どっちにしようかと思ってて、そうそうそう、俺はどっちでもよかったんだけど、先に行っとこうって、ね、牧行ったから、うん、もう先にちょっと宮崎行っとこうと、うん、赤松さん阪神、近本、近本で、僕はもう山川、ソフトバンク、山川、うん、そしたらソフトバンクも選びましたもんね、はい、これあと、私ソフトバンク後でどこ行こうかな、もう決まりました？俺は決まった。決めた。決めた。決めた。いいですか？はい。せーの、松野。おお。俺松野。森友哉。万波。おお。万波派？万波派。俺松合派なんだよね。松合。ああでも私松合か森選手かすっごい迷ったの今。じゃあもう俺はオリックス取んなくてもいいからね。あ、そうですね。うん。ちょっと待って、あと次か。そう、次がね結構どこ行こうかなっていうのが。ちょっと待ってください、オッケー、俺はオッケー、ちょっとお願い、よし、決めた、はい、せーの、岡本、坂本、坂本、坂本、岡本、岡本、おお俺も坂本と岡本迷ったんだよね、そうそうそう、すごい迷ったんですよあ、いい感じで分かれましたね、うん、じゃあオスナ、うん、ただ先生、巨人後でいいね、はい、巨人、いや、サンタのオスナ大人気だね、いや、大人気、これで俺やったの、毎年、うん、なんか、今年あんまり被らないね、被らない、うん、順当に、うん、打率は、いやでも多分そのチームが残ってくるとその潰し合いするんですけどこのチームで行く人がいないとなってどこ行っとかなきゃいけないからね、そうなんですよ、どこ行かないとか、うん、よし、決めた、はい、いいですか、はい、せーの、岡林、私源田選手、うん、あ、源ちゃん、うん、俺岡林、うん、中日、僕辰巳さん、うん、うん、全然被らないね、被んないですね、もんないね、先生、みんな決まりました、次、決まった、決まってる、うん、はい、ポッポポンポン、もう頭思い浮かばんでこなきゃ、はい、うわー、この人どうなんだろう、はい、いきます、いいですか、はい、この人どうなんだろうって選ばれてる、違う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 、かわいそうだよね、選ばれてる、失礼な話だよね、それは説明できる、それは説明できる、はい、はい、はい、いきます。せーの、殿崎、殿崎、西武。私、大島選手。大島さん。うん、あのもうベテランだから、そのどうかな、でも必ず率は残すから。試合出るかも分からない。そうそう、だから分かんないんですよ。でも出たら、なんだかんだやっぱ出たら残すんですよ。先生誰？うん、小園。ああ、広島の、うん。ってことは、私は広島がもういいのかな。俺はちょっと源田がいなくなったから、うん、確実にセーブで規定打席に到達する選手で俺はもう殿崎という、うんうん、ちょっと他は規定打席に行かない可能性あるから、だから源田選手、殿崎選手以外がちょっとこの不確定要素が多くて、うんうん、そうそう、アギラーがいるじゃないですか、いやいや打率やで打率やで、そうそうそう、だし、あのユーティリスパターンもまだ合ってないから外国人はね、そう、
まあ、50試合未満だとマイナス400点やからな、50打席未満だったらギッテスパターンでアキーラーって言わなきゃいけない。もうね、もうセーブは僕ももうちょっと目つぶるんですよ。目つぶっちゃう、目つぶっちゃう、しゃあない、もう僕ゲンド取りたかったんで。え、取りたかったんだったらもっと早く取らな。そう、私はもうここで行かないと取れないと思って。オッケー、じゃあ俺も決めてよ。はい、行くよ。はい、せーの、藤岡。俺ロッテ藤岡、藤岡選手ね。私浅村選手、阪神中野ね。俺もね、阪神取りに行こうか迷ったんだよ、うん、迷ったけど別にもうカーリーいっぱいいるから、うん、無理にもう行かなくてもいいなと思って、うん、大山もいるし、うん、そう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 、だから俺も大山か中野かどっちかでいいなと思って、うん、でももうロッテは藤岡しかおらへん、うん、いやそう、私ももうロッテどそうもう規定打席到達って考えたらもう藤岡しか、もう藤岡は絶対規定打席行くから。そうなんですよ、俺もうマイナス点をマイナス点にならないように選んでるから。ならないですよね、うん、ってことは私も、え、もうZ全部自由に選べます。佐藤さんと先生は、私は多分、あ、そうだね、俺も全部自由に選べる。ソフトバンク、ロッテ、うん、広島、全部自由。俺もオリックス、ヤクルト、阪神、楽天だからもう全部自由に選べる。はい、よし、こっからもうじゃあ、さっきロッテ行けばよかったかな。楽天はいるんですよね、なんだかんだ。そうそう、だから俺も楽天行かなかった、うん、俺でも、小深田行くと思ったけどね。いや、そう、なんだけど、なんだかんだ浅村選手は安定感あるんで俺はじゃ あ, あの楽天ね、うん、もうだって全部もう選んでるよ、うん、選びます。俺楽天小深田にするわ。はい、私も小深田選手と迷ったんで、うん、で阪神は大山、はい、で、ヤクルトは村上、うん、オリックスどうしようかな。紅林の成長、3番を打たすとか言ってるからな。うん、中川か紅林なんだよね。中川ですね、うん、ここが、うん、紅林も成長株よ、うん、はい。頓宮はトングさんね、トングさんね、どうだろうね。セネニョは、セネニョ。いやいや、手出す気がないやろ。誰か。中川にするわ、オリックスを。はい。よし、これで完成や。完成。ソフトバンク誰にしようかな。近藤選手が消えちゃったことによってちょっと。で、ギータ山川いないからね。そうなんですよ。でもいっぱいいるやん、うん、ホークス。いや、いるんです、いるんです。2年連続いっとけば。2年連続栗原さん。え、そう、今その栗原さん行こうかなと思ってるんですけど。先生は出ますもんね。あと広島、お、巨人。巨人はね、大城。首打者になるちってだからな。はい、うん、全然今年は違う。中村さん、中日何か分かんないしな。三好に期待したいんだけどな。入れてあげたいな。じゃあ入れるとこ三好、うん、頑張れって言うね。うん、ブレイクしろ、うん、で DeNA佐野、佐野いる？佐野。あ、そうですね。じゃあ佐野くん。セーブ。僕は期待を込めですよ。元、うん、山飛雄。おお、今ね話題のね。はい、もうサードでレギュラー取るんじゃないかな。うん。行ってほしいですね。サードいないからね。いないから、うん。チャンスもらえるかもしれないんで。高、うん、間さん。はい、じゃあ私はロッテ。ロッテはもう安田選手、うん、頑張れって意味で。安田が出たら中村勝負出ないからね。潰し合いだね。潰し合い。あ、やばい、そっか。安田大丈夫、安田選手やっぱりどっちか出る、外にいるのにね、うん、どっちか試合出ないよ、安田と中村翔吾。あ、外にすればよかったかな。安田秋頃から出たんですよ、うん、で CS でバッティング掴んで終わるシーズン、うん、試合数的には中村翔吾です。え、じゃあ私外にしようかな。いや、どうしようもいいけど、どうしようもいいですよ、絶対使われるのは外ですよね、うん、ごめんなさい、外にします。外選手にします。まあ、ポランコでもいいんだけどね、うん、ソフトバンク、うん、ソフトバンクはじゃあ2年連続栗原選手でいこうかな、うん、じゃあ頑張るでしょう。日本ハム、あ、そうか、に、あ、万波選手にしようかな。あ、ちょっと待ってください。あ、そうか、そうか、あ、取ってんのか。万波、松郷はもういないよ。そうだった、スティーブンソン行こうかな。多分ね、そういうところで選んだ人が規定とか全くいらないです。適当に選ばないでよ。いや、じゃあスティーブンソンはだって一番候補として新庄さんが期待してるから、うん、ちょっと待って、じゃあスティーブンソンでいいよ。いや、今そのスティーブンソン今行こうかな、うん、え、でもワンチャン行ったら水野あるっすよ、水野、うん、上川畑さんの分から。いや、そう、上川畑水野君成長してるよ。じゃあ今年は清宮幸太郎ね、何怪我しないからまだまだキャンプ、もう一回キャンプせな、奈良間くんとかね、ちょっと遅れてるんじゃないですか。水野君に負けちゃったんちゃうんすか。スティーブンソン行くか。行きましょう。もう来年スティーブンソンってなってないことを祈ります。スティーブンソン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 ブ
じゃあカーブブレンソンにも流されたからね、うん、カーブ、はい、シャイナいやいや違うシャイナ田村え、あ、田村修司君いや、そ、さすがことのことのいや、これ撮ってる菊池あ、そう、私、あ、そう、菊池選手にしようと思ってたよしこれで確定だねはい俺だけどね、外国人いないのうん俺は柳田、坂倉、宮崎、松本、岡本、岡林殿崎、藤岡、小深田、大山、村上、中川はい袴田さんがサンタナ巻近本森坂本源田大島浅村外栗原スティーブンソンの菊池、はい、で先生が中村翔吾西川山川万波オスナ辰巳小園で中野大城三好佐野元山うーんこれで勝負やなよしああ私外国人3人もいるなまあでも新外国人スティーブンソンだけですからねうんまあねうんはいでもあんまりかぶったら近藤だけだねうんそうっすねうんあんま被らなかったね結構うまく回避した感じがそうだねはいだから言い訳聞かないねこれは、うん、そうっすよねうん、まあ、こんちゃんだけですねうんそうだね、うん、まあということではいどうなるでしょうかはい